生放送赤坂からお送りしてます、今の、曲を聞いて皆さん、初めて聞く方もいるかな、いやいないな、ほとんどは触っているとは思いますが、朝から来てくれました、ミュージシャンスペシャルゲスト所ジョージさんです。おはようございます。魚のことなら何でも聞いてください。吉永さんです。所さん、こんにちは。札幌一番です。札幌一番は後ほどですよ。所さん、何ですか、朝からありがとうございます。おはようございます。ミュージシャン、何や、ミュージシャンとか紹介しないでよ、やめてよ、恥ずかしい。バイトで今司会業の方を、そうそうそう、だいぶ日本一やってらっしゃる、もう最高のバイ、もうキングオブバイトですね、僕はね。本当になんかいろんな流れの途中で仕事してますからね。今日もこれも流れの中の途中ですからこれね。今日仕事ばっかり、昨日からドールさんずっと一緒で、はい、うん、ちょっと今日の流れになったのも全部昨日のお昼過ぎですからね、はい、ドールさんが今日ラジオ来てくれるとか、この男の企みですよ、企み。この男は昨日土曜日、なんか、行っていいとか、どうぞって言ったら、そっからいろんなことが重なって、思いつきでなんか、この男動くから、その思いつきに付き合うのがもう大変、本当に。いやいや、どうだね。あ、よじゃないね。面白そうだね。来てくれるからさ。ね、僕の大先輩。18歳の時に、一番初めてテレビ出た番組が所さんの番組。だからしょうがないんだもん。この男ね、うまいんだよ、話の流れの作り方が。いやいや、何なんだ、知らないけど、知らないうちに仕事になってんだよ。本当に。いや、どうぞ、ありがとう。今日大変だったんだからね、この男のせいで。どうしたんですか？この男ね、私が仕事は笑ってこないで行くのに、はい、アウディで行くんだけど、うん、車の鍵がないのよ。うん、デスクの真ん中にあったやつがテーブルの、はいはいはい、おかしいな、散々探して、トイレで落としちゃったかなとか、さっき俺ベンツ乗ってたからベンツの横に落ちてんじゃないかとか、はい、いろんなとこ探したらないの、うん。さっき入ってたズボンだなんて探して、うん、従業員も全員俺が探してるもんだからみんなも探し始めて、ない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 って世田谷ベースの騒いでたの。はい、で、待てよと、うん、さっき乗り来てたよねと。で、カレー食べた時はあいつなんかこの辺テーブル片付けてたよねって。うん、あの時多分あいつ左手で俺の鍵を持ってそのままポケット入れたんじゃないかなって。はいはい、ちょっと疑いが出て、電話入れたの。うん、そしたら、この男電話出て、うん。ちょっとこれ、ちょっとじゃあ、ちょっと聞いてみてください。2番目のメッセージです。28日15時21分。ちょっと聞いてみます。もしもし、のりちゃんですか、ところですけども、本日お疲れ様でした。のりちゃん、あれですか、ちょっと今俺アウディで出かけようと思ったんだけど、アウディの鍵がないから、もしかしたらのりちゃん持ってっちゃったかなとか思って電話したんだけど、なければない、多分持ってってないと思うんだけど、俺がどっか見ちゃってもないと思うんです。まあ一応電話を入れてみましたよ。出ないんだよ。俺の書いてた留守電に。あれ、どうなの、やべっつって、あれなんか、アウディの鍵っつって、して、左手に、右手に携帯持ってるから、左手に入れたら、アウディあるじゃん。俺歩いて所さんとか行ったのに、矢吹のスタジオから。アウディの鍵持ってんねん。ポケットに入ってた。そう、だから、どうせあったらごめんっつって。今、ダッシュで行きます。だからね、これ、その作戦なんだよ。やつの作戦で、戦じゃない、俺が慌てるでしょ、はいはい、でうろちょろするじゃん、精神的にダメになってくるじゃん。だから今日ゴルフやんのね、この後ね。今日だって俺ゴルフやりきてんだから。はい。あ、ここも。いや、これもね、ギャオと YouTube のね、仕事だから、しょうがない、もう対決しないといけない。大人の遠足、都内での大人の遠足なんだけど、はい、で、ゴルフやるのに、だこれゴルフの、例えばあれだよ、その何、控え室みたいなもんだよ。あ、なるほど。ラジオが今。そうそう。はいはい。ゴルフやるときに精神的に俺にダメージを前の日に与えようっていう。そうじゃないよ。そういうね、前の日から戦いが始まってる。そうまあだから、どうぞゴルフやんのが、まあ、そうやって YouTube とかギャオ回すけど、ゴルフやんのどんぐらいぶりなんだっけ？いや、もうすごいよ。3年前にタケちゃんと沖縄でハーフぐらいやって、うん、あの親父3日間やろうぜなんつって、すんごいセット持ってく割に、ハーフぐらいやると、もういいや、なんて言うんだよ。人が段取り組んでんのに。ね、いろいろ頭下げて、そのコース頼んでんのに。うん、もういいや、もうなんて。それが、だから3年ぐらい前で、うん、その前もやってないから、だから10年の間に1回ぐらい。おっと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 、今日久しぶりに。その前の10年が5、6回1回やってないよ。俺だから50代から全然やってないよ。なんかね、毎日曲作って YouTube 上げてるから、はい、ゴルフよりね、うん、世田谷ベースにから出ないから、俺はね、出すようにしてあげてる。なるほど。えお外へ連れ出そうの。そうそうそ
うそうそう。遠足、自分のあの、ね、正常から出ないから、遠足連れていかないと、ほら。スタガヤから出てほしいんだ。その係だと思ってるから。俺のこと考えてやってる。もちろん、もちろん。なの驚いた、これ。ね。すごい今びっくりした。たまげた。ミュージシャンの生活が長すぎるから、やっぱスタジオ入っちゃいすぎなんだよね。うん、今、またはしゃいでるけどさ、うん、この時間にラジオ聞く人ってさ、あなたのファンと、うん、あとはよっぽどの TBS ラジオマニア。このあたりだね。あとは、もうそろそろタクシーの運転手さんも、変わる、交換する頃だから、交代だから、ね、車庫の周りをぐるぐる回ってる人だよ。車庫にもうそろそろ帰んなきゃいけないから。まあまあ、まあ。そういう人しか聞いてないよ。まあ、あと、まあまあまあ、今どっかゴルフ向かう、うん、その車の、まあ車の中でどっか出かける人は中心的に、うん、まあ、まあ TBS に合ってるかどうかわかんないけど。真剣に聞いてる人いないよな、この時代。まあでもね、トコさん、今ラジコがあるから、そうなんです。生で聞かなくても、朝6時の様子、こんな、トコさん来てこんな感じだったっていうのは。でも、ノリちゃんで俺がゲストだったら、うん、そんなになんか、こう、なんか生活に関わるいい話するわけねえなと思ってんじゃん、みんな。この野郎。この野郎。確かに。なんだこの、この態度は。正座して拝め。でもね、まあ。聞くんじゃない。トコさん、意外にこうだけど、ね、こうだけど、俺と言うとね、すごいこのね、政治とね、この日本国をね、はい、強く語るんですよ。なかなか言わないでしょ、うん、あの、テレビとかでは。でテレビでも言ってんだよ。うん、ただ、VTR の場合は全部割愛されちゃう。今の事情を言うじゃん。はいはいはい、ね、それを言って、全部割愛されちゃう。はい、なんでかっていうと、うん、やっぱディレクターさんとかプロデューサーさんが、うん、所ジョージを、いい人として茶の間に届けようという。おうねねだから、ええ、そういうとこ全部割愛されちゃうわけ。強い論はあの、だからもう、すごい、まあ、そもそもいい人なんだけど。うん、そうね。あの、そう、間違ってはいないんだけど。だけどね、その中には、うん、所さんの隠し、ね、隠れた、そのメッセージが、はい、所さんふざけた曲ばっか作ってるように思うでしょところがね、隠されてんだよね、この。ちょっと待ってよ、そうだったら、ええ、あなんでオープニングあの、ちり紙とか、あんなことちゃんとしたの、ちゃんとしたの。あんなね、30年、40年前から、ああいう歌からスタートしてんだから、所、はい、さんって変わんねえなーっていうさ。あのちり紙が全然売れないのに、その後、便器の歌とか、いろんなの作ってるのね、あのシリーズ。便器って同じ器なのにかわいそうだなと、同じ瀬戸物なのにみんなに嫌われちゃったっていうような音だよ。でも口癖がね。あの、ちり紙を入れとくあの竹の籠の台あるんだろ、ちり紙の台っていう歌もあるんだよ。ちり紙がなくなってきちゃって。それで、すげえ俺に怒んのが、俺の曲なんで売れねえんだいや、あれね、レコーディングした時に、俺も売れないなって大人だから気づくんだよ。もうね。その時は夢中でやってるけどね。これは売れないなってのはわかるんだけど、どうしても作っちゃう。ねえ、ちり紙をまず知ってる過去。ちり紙って何か知ってんの？その年代。トイレットペーパー？この A4 ぐらいの、うん、A4 ぐらいの柔らかい紙だよ。それもこうやっていっぱい置いてあるの？こういうコピーみたいに。うん、そう。どこに？こういう感じで、トイレに。お手洗いに紙が？これで拭くのよ。だからトイレットペーパーがない頃だよ、まだ。ちょっと痛くないですか？痛いの。柔らかい紙があるんだよ。ほんで、その柔らかい紙を買ってくるじゃん、ちり紙を。このくらいの厚さでね。はいはい、ほんで、こう、それを置いとく竹の台があったわけ、籠が。はい。うん。でも、ちり紙がだんだんトイレットペーパーに変わっちゃって、なくなってくると、うん、この台の行き場がないじゃん。かといって、まあ、入れ物だから、うん、茶の間に持ってきて、うん、果物を置いてもいいんだよ。ただでも、前のイメージが悪いんだよ。確かに、歌であったからそうなの、イメージが悪いんだよ、その台の行き場がないっていう歌を2曲、2回目です。ね、どうですこんな、こんなにね、朝からね、喋ってるね、66歳のおじさんいないよ。でも、ちり紙がね、柔らかいじゃん。それをすぐ歌にすんだよ。柔らかいちり紙のじゃいいんだよ。うん、でも、それがなくなってくると、買いだめがない場合に、うん、こう、新聞になってくるんだよ。新聞？うん。新聞で拭くんだから。そう。所さんの時代は。みんな新聞を、その大きさに切って、その下の方に置いとくの。はい。もう、その、万が一なくなった時には、これをお使いくださいって。はい。その新聞を、くさ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 やりながら、揉むの。揉むの。ああ、柔らかくする。そうそう、それで拭いてたんだよ。そうだろすごいだから、その時は、写真、今の時代みたいにね、携帯なんか持ってたら、写真なんか撮ると、そこのところに今、事件が、お尻に。映っちゃうか、そんなの。ただ服からちょっとずれるけどね。もう論が強いなぁ、もう。所さんいくつだったんだろう ?60 だぞ、もう。失礼な発見じゃないよ。60だぞ、おじさん。この間だからね。じゃあ、俺はもう60に差し掛かってるでしょ。あんた60、もう、だって死者購入すりゃ60でしょそう。俺はだって6社が乱入すりゃ、まだ60だもん。6社が乱入。6社が乱入だ、6社が乱入。6社が乱入。6社が乱入。ね俺まだ66だから。6社が乱入だから、60だから。
同じ世代ってことで。まあまあそうですけど、トムさんラジオはさ、オールナイトニッポンで終わってんの？その昔は。あ、そう。他やってんの？オールナイトニッポンやって、なんか他にもやってたんだけど、なんかもう何年前だろう。オールナイトニッポンゴールドとかいうのがあって、スペシャル。ちょっとやってた。はいはいはい。それ、全然おしまい。で、ラジオはもう、終わり。レギュラーはやってない。この TBS 君の久しぶりだもん、これ。TBS ラジオ。うん。来てなんか懐かしい感じ。いまだにあれでしょ？なんか、カクカク行って、トイレが遠いところでしょ？そうそうそう。トイレ。普通スタジオの横に置くよね。謎なんだよ。一番遠い廊下の真ん中に。CM の間にパッと行くとかあるじゃん。普通そうでしょ？そうですね。何そんな特殊。おむつしてやるってか。ラジオなんか見えないから、見えないからって、おむつで何とかしろって言うんだろ、これ。それはじゃあ、もう今、TBS、今さら強く言いましょう。なるほど。お手洗いが遠いんだと。遠いよ。言っときます。あと、なんか今始まる2分前まで外でタバコ吸ってたんだから、何なんだ、スターが外って。お前らが外出ろよ、おかしいだろよ。ここはスターだな、スターでタバコ吸って。それ以上文句言うと、トムさんいい人に仕上げられなくなるから。生放送。さあ、ドロさんはドロさんにいてくんないと、生切れないから。流れちゃってる。流れちゃってる。みんな今、さっき言ったから、拝んで見てる。これ、ラジオ見ちゃってるから。正しいことは言い続けます。じゃなくて。ラジオ拝んじゃってるから、こうやって。もう本当に。終戦直後になっちゃって。強いお塩をいただきたい。スターの所ジョージさんに。何よ。強い、やっぱね、本当の正しいことを、生放送で強く言ってほしいじゃない。今思っていることは。ここまで来るまでに、あの、矢吹くんが、あんたの友達の、矢吹くんの後ろに乗ってきたんだけど、矢吹くんが、なんか、歌を歌うらしいですよ、なんて言って、運転してたんで。ああ、ギター持ってきてって言ったの。で、それで、なんか、なんか、神様を知っているを歌うらしいですよ、なんて、車内に神様かけちゃって。え、そうなの？なんて、ギター2本持ってきましたなんて言ってんのよ。ね？神様？歌おうよ。俺覚えてんのかな、大体なんて。いや、俺で歌ったけど、ヤブキギター2本あるってことは所さんも弾いて、それでヤブキのダブルのギターと、そして私のあのミュージシャンぶりのあのハーモニカ持ってきてるから、ほら。何そのやる気のある感じ。音調整も自分の頭、自分の頭の中でそんなスケジュール全部組んじゃってて、何それ。いや、せっかく所さん来て CD はあるけど、いや、やっぱ所さんのほら、ミュージシャンってところで紹介してるから。なんで？違う歌でもいいよ、どう？あれ、俺はね、ゴルフ、だって今日、俺はもうゴルフやる気だね。もう、ポケットにもゴルフ用だから。手袋とボールとティー入っちゃってるよ。当たり前だろ。何ティーって、これなんですか、これ。それ何？これマークだよ、マーク。あ、本当だ。マークだよ。え、金魚のマーク？当たり前じゃない。もう入れてんだ。入れてるよ。もうすぐ、もう今、もう回れてたんね、俺。いやいや、回れないから。これがゴルフだって。ゴルフシューズ入ってる。ゴルフシューズ入ってきてる。当たり前だよ。だからそれまで、まあほら、あと45分。一応、生放送回ってますから。嘘、もう2時間ぐらいやったでしょ。所さんの今やめても茶の間気づかないよ、これ。2時間たっぷり聞いちゃったなんて思っちゃうよ。そう。誰も気づかない。密度はすごかったですね、今のこの前半15分の。そうでしょ。はい。それ、止まんないから、所さん。所さんとこ行ったらもう止まんないんだ。あ、だけど、のりちゃん遊びに来ると、こんなテンポだよね。まあまあ、そうなんですよ。そうなんだ。だから、このテンポで話しちゃってっから、なんかわけわかんないうちに進んじゃうんだよ。ゆっくり一個ずつ詰めていくべきだ。ちなみにこれトムさんどうって言うと、いやいや、それじゃダメって一回も言ったことない。こちらの、ジョージおじさん全部 OK。全部 OK。でもね、去年のパシーコ横浜ライブね。行くとか、来てよとか言うから、いや、めんどくせえからいいよなんて言ってたの。はい。だから、でも行く算段になっちゃって、行ったらよかった、やっぱ。おすっげえ良くてさ。なんかね。なんかもう懐かしくてさ。このね、急にライブとか、人前とかないのに、今までの仕事のリズムないのに、あのフェスっていうかライブ見た時、まあ見た人はもう盛り上がったと思うけど、所さんがまた出ると、世界観バーン変わって急に。超嬉しかった、もう。だいろんなミュージシャンがやってんじゃん。はい。真剣にやってんだよ、みんな。そうですね。そうですね。楽屋で。スーツなんか着ちゃったりとかして、あの、匂いまでつけてたぜ。なんか。はぁ。それ、ゴンちゃんでしょそれ。ええそれ、ゴンちゃんとリーダーはこう、振りかけるから。スーツやってたよ。うん。いやいや、
だけど、あの時に、宇崎竜童さんと30年ぶりに会ったり、そうそう。再会して。するって、所さんも、やっぱりね、こんな所さんも、宇崎さんとこ行くと、意外にピッとして、お茶飲みますかとか。宇崎さんが早めに入んのよ。めっちゃ早かったよね。2時間ぐらい早くなっちゃったんだよね。で、所さんも2時間ぐらい前に。そう。だから、もうあそこで3、4時間宇崎さんと話してたんだけど、だって大部屋だから、みんないるじゃん。みんないるんだけど、宇崎さんと皆さん話せるような話題ないじゃん。他の人たちが。だ俺はもう相手になるわけじゃん。はいはい、あそうですよね、なんて言いながら。後輩だから。所ジョージという名付け親が、宇崎竜童さんだから。そりゃそうなるよね。あ面白かったけどね。だから昔思い出しちゃって、その、なんかライブハウスにいた頃は、宇崎さんが、のライブだから、うん、そこに私お邪魔してたわけでしょ、うん、で、終わってから、自分で車運転して、所沢帰ったりなんかしてたのね。で、それが思い出しちゃって。うん、帰りの横浜からの第三景品。第三景品を帰るときに、なんか昔のライブ終わったじゃんじゃん、渋谷から帰る俺みたいなって思っちゃって。はいはいはい。で、その間に歌ができちゃって。それ、歌なんて歌うの？もう歌なんだっけな、あの歌。もう、あげたけどね、YouTube に。ちょっと歌って今。いや、忘れちゃったよ。そうだろ。横浜パシフィコの、なんか歌だよね、なんかね、そういうような。それはドロさんの YouTube 探して。のりちゃんありがとうねって歌だよ。確か。のりちゃんそういうの誘ってくれてありがとうねっていうような歌だよ。そういう歌が。そこですぐ歌ができちゃうんですね。そもそもね、横浜パシフィコの地図は良くないよな、あれな。そういう話来たよ。どうぞ、なんかありましたか？なんかあったの？あの地図によると、ネットに出てる地図によると、ドンツキになんか横浜パシコンありそうな感じで書いたんだよ。ドンツキに。俺はドンツキまで行こうとするじゃん。でもね、こう、ナビだと、着きましたとか言ってんだよ。交差点なんだよ、そこ。着きましたとか言ってんだよ。いやいや、俺の絵柄はドンツキだから。ここドンツキじゃなくて、交差点だよ。ドンツキまで行きますんだ、俺。ずーっと行くじゃん。そしたら、全然違うとこ行っちゃって。だからその辺を歩いてる女子にすいません横浜橋子知ってますかなんて聞いたり流してキャーなんて言われてキャーなんて言われてあれぐるぐる回っちゃって横浜橋子の周りどういうのちょっと待って一回 CM 行ったけど土曜朝6時木梨の会番組オフィシャルパートナーの札幌一番強烈ホテルズ&ドミトリーズ他各社がお送りします。札幌一番。札幌一番はラーメンだけだと思っているあなた。実は、札幌一番にはソース焼きそばがあるんです。コクのあるソースが絡んだもっちり麺があなたの食欲をぜひお試しください。土曜朝6時、木梨の会。今朝のアシスタントは TBS アナウンサーの近藤佳子です。 TBS ラジオクリーンサタデー、この時間はみんな電力より供給される長野県木那佐の水場小発電所で作られた電気でお送りしています。仕切るんですよ、来たのかな、うん、ああ、過去ちょっと静かにしてくれよ、分かりました、黙ってます。いや、黙ってなくてもいいけど、所ジョージさんに聞きたいことあったら、いや、もう、こんなことがあっていいのかって、面白すぎて楽しすぎて、何が横に所さんで、前に木梨さんがいらっしゃって、ああ、幸せだね、幸せですよ、おわみなさい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 、なんかいいことあるんじゃないの、きっとね、まあね、まあ、どうだろうね、なかなかほら。なかなかラジオとか他の番組にはあんまりね、こうこの話だってだから明日の所さんゴルフどうとか言うから、あいいね久しぶりにやって今後半分ぐらいやろうよなんて言ってたの、そしたら急に思いついてどうせならっつって、午後やろうかな一回休憩してとか思ったんだけど、うんと思ったら所さん朝やるんでどうせ撮影もするから朝やとっとと終わらせて帰るの方が段取りいいかなって、ほら俺段取りいなしだから、で所さんちなみにだけど明日ラジオやってるからって言ったら、そこ行ってそのまま行くっていう流れはどう、そうすると1台の車で行けるから、あらそれちょっといいねなんて、で我々にはヤブケージェシーっていうのを抱えてるから、その段取り全てね言い出してますね、ヤブキさん、ヤブキが所さん迎え行ってとか、所さんほらマネージャーさんほらもうほとんどいないから、その前にも話はあったんだよ、俺がここまで車で来て TBS に止めといて矢吹氏の車でみんなで行こうかっていうね、で帰りに TBS に寄って、もうだからここがゴルフ場の駐車場みたいな、赤坂がそういうのしようかななんですけどね、ところが、まあ、矢吹 JC 任して、そのスタンバイとしては
所ジョージさんを5時半に迎えてください、うん、ギターを歌う可能性があるんで2本持っといてください、うん、それがもう俺とこのエブゲージェ氏の、はい、段取り。あでもね、地下の駐車場入った時にすごい懐かしかった。あ、ここ来たことあるなって前なんかアッコさんので来たんですよ。そうそうそう、うん、そういう時も来たし、うん、でこのこんなカードもらってさ、うん、このカードなんか汚くねえ、なんか最近私だったんですけどね、なんかこうベタベタ感ピッて開くやつだから、ピッてベタベタ感があるんじゃん、これ誰かのね、吹けよこれ、なんか今言っときます、汚いなこれ、ね、どうぞそういうこと言わないで、あとスターだけ色変えろよ、編集できないから、え、何や、生放送です。あ、それでね、変な女の人がガートマンさんの服なんか着ちゃってて、うん、あの変なこんな体温計みたいなの持ってピーなんて測ってんの、俺を測ってんだよ、よくそんな尖ってるもの俺に出せんなと思って、35.5度ですなんて、俺低温になったことで、随分ないね、俺随分温度低いなと思っちゃって35.5 ってな、俺何なんだよ、両生類俺は太陽当たんないとやばいんじゃん、俺ちょっと疲れてるから、え、まあまだ上がってきてなかったのかな、朝一番は低温なんだ俺ね、うん、まあ、低温から、こっから今も多分もう上がってると思います、上げたいぐらいだよ俺は熱をグッと上げたいぐらいだよ、いくつ見てようかなとかね、もう笑いすぎて、ずっとだからね、これがレンジャンで、そういうところさんの世田谷ベース行くと、まあ俺の成美さんもしょっちゅう行くんだけど、はい、まあ、お茶飲んで飲む、もうね、奥さんが素敵でしょ、ねえ、だから奥さんが素敵だからのりちゃんと俺付き合ってたね、まどみさんのおかげ、そう、そういうのはよくいろんな人に言われるけど、うん、うん、そう、綺麗な人だよね、いや、もうあのね、で全部必要なんじゃねえかなっていうのをすげえ深読みして、うん、いろんなもん、昨日はね、トールさんにね、あの、ほら、バカみてえにキッチンの前に胡椒とか塩とかでっかいのがどんどん置くんじゃないよっつって、うん、やっぱアメリカのアンティークでね、うん、どんどん買うから、はい、パッて広げるとこのなんていうのかわいい、うん、かわいい塩と胡椒と何回か分のね塩胡椒が出る、なんか山椒とか入れるこのセットみたいな、ソルタンドペッパーだね、か、うん、でそれもね、そういうことなんですよ、皆さんこうやって塩胡椒ってあの3年ぐらい使ってたりする大きいの入れちゃうから最初に業務用だからそれ3年使ってんじゃねえよと思うわけ、私あの大きさミント、うん、なんでもうちっちゃいのにしなよって、うん、1回2回使い切りぐらいのにしなさい、入れ替えなさいと思う、うん、最近の人たち入れ替えないじゃん、うん、だからそこをね、うん、あのビーズ富士の、うん、あの所さんの世田谷ベースだと、うん、必ずこのパッケージとかデザインが気持ち悪いとでかいから、うん、でかいし側があるとお部屋の中がなんかムード悪いから、うん、全部張り替えるんだ、張り替える、だからこう、スプレーもあるでしょ、はい、スプレーも絵柄が良くないからデザイン下手くそだから、うん、だからもうそれ綺麗な自分の好きな本のをコピーして貼るわけ、はい、貼るときにスプレー、のりスプレーあるじゃん、のり、はい、スプレーの缶のもまた絵柄が良くないから、はい、まずはそののりスプレーの缶を貼るわのりのスプレーの貼るわけ、そうそう、のりのスプレーでは自分ののりで貼られちゃってそれが終わりっていうのを全部歌にしていくからそっから作っていかないとダメなんだよ、私はすごい動きなのよ、すごいな、土日は通るとあんまりこれ時間があるんで、うん、でも平日テレビいっぱいやってるでしょ、うん、だから平日はあんまり行かないんだけど、なんかわかんないけど昨日このヤブキのとこちょっと行ったから父さんいるっつってそっから始まるんだけど、そう、 だからうちはねあれですよ、そのペットボトル、ここはペットボトル置いてあるけど、うん、うちはペットボトルなんか置いてないですよ、何にペットボトルは野山で使うんで、はい、こんなもうあの、うん、生活の中には置かない、僕はね、はい、メリハリつけますからちゃんと、さすがですね、違います、うちはだからないでしょペットボトル、ないちゃんとお茶入れるんですよ、入れる、あ、それも私が入れるのよ、またうちの従業員がみんな下手くそなの、入れりゃいいんでしょみたいな感じで入れるから、うん、俺は愛情を持って入れるんだよね、そう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 、美味しい、美味しい、濃いめで美味しいの、濃いめで美味しい、それでね、すげえ熱くないの、ちゃんとお茶の味が甘さが出るようなところで当たり前仕上げてくれるね、え、こういうところの繊細さをね、そうだよねえ、トロさん、そう、じゃあさ、時間が来るとコーヒーを入れ、時間が来ると紅茶に変え、ずっと動いてんね、だからずっと動いてんね、カフェじゃないですか、あれそういえばあったまでガチャガチャッとサーッていって、うん、あ、これあったあげるとかね、うん、これだからね、いろんな、まあ、トロさんのところに世田谷ベース来る人にはみんな同じ動きして、うん、まるでテレビが回ってるかのよ、全然回ってないのにゆっくりしないというね、うん、この優しいおじさんあ、え、ちょっと、え、じゃあ歌もうほら、トロさんずっと喋ってっから何何俺ないでしょもう俺よりペラペラペラだから何やペラペラペラって人をゲストに呼んでてペラペラペラ合わせたのよ
ごめんなさい。ペラペラペラで呼ばれてんのこれ。俺のはもっと内容がないんだけど、深い論があるペラペラペラだから。なペラペラペラ。あ、宿のペラペラペラって。いや、だってがっかりするだろ、みんな今思わんでんだから。あ、ごめんなさい。今ラジオ見てんだから。そういうことでペラペラペラはねえよ。ごめんなさい。ちょっと言い方間違えました。大先輩に対して。極論のようないいお話だよ。勉強になります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 。びっくりするよ。勉強になるペラペラペラ。薄めてください。薄めてください。いやーこれね一回ちょっとえ、はい、なんだろうニュースとかいろんなのがあります、ね、福井さんのコーナーとか、じゃあ所さんの歌は後半かし後半の締めでちゃんとやってるよ。いやいやいや俺 CM 行っちゃいそうだから勝手に行っちゃうから行っちゃった。ヘッドラインニュース。新宿西口ヨドバシカメラ、東洋熱工業、大谷さんの提供でお送りします。土曜朝6時、木梨の会。さあ、あっという間の6時半ですが、木梨の会、木梨のりたけです。TBS アナウンサーの近藤佳子です。ではここでヘッドラインニュースです。トロさん、ニュース。ヘッドラインニュース。新宿西口ヨドバシカメラ、東洋熱工業、大谷さんの提供でお送りしました。のりさん、あのほうれん草の会が始まっております。とっとこさん始まってます始まっております。ちゃんとしたアナウンサーの仕事もしていいね。なんか私の立場もあるわみたいな仕切ってますよ。ごめんなさい、そんなつもりはいいのよ。かっこいいのよ。ニュースもやるときはできる女よみたいな。恥ずかしいけどここから。のりちゃんも偉いよね。なんか今スポンサーとみんなタバコ吸ってたじゃんこの間、その間初そろそろ出ちゃった。小走りだもんねここまで来るのに。偉いでしょ。偉いですよ。ところは俺の真面目なとこ行って、真面目だよ真面目本当に。ではここからは木梨にほうれん草の会です。今月番組サポートしてくださっているのは、ラジオ CM 上手な食レポでもおなじみ、三洋食品福井直樹さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いた人だぞ。タバコ俺の裏からタバコ一遍に3本吸える人吸わないですよ。俺の裏から回って今ここに座ってたびっくりした今。じゃあ三洋食品の福井直樹さんでございます。福井さん今日はどうございますよ。びっくりしましたね。どうですか所さんですよ。ね、さっきの近藤さんじゃないですけど、木梨さんと所さん前にして、だから出演者してたんだ。そうなんです。あ、なるほど。何を言ってんのかな。なんかね、CM のスポットとかもね、なんか俺こっち側でやってこうなんて言い始めたから、待ってちょっとそれの慌てないでって俺が今止めてる。調子乗ってるね。調子乗っちゃう。調子乗ってる。素人が入れると調子乗っちゃうね。また出られると思ったんだ。福井さん、福井さん、はい、あのやっぱ出る側でやるって決めてるんですか、これ。いや、もう今所さんのあの言葉で目が覚めました。おとなしくしていただき。真面目だよね、ちゃんと。でもね、多少小芝居入れてくるんですよ。え？小芝居入れてくるっておかしいですね。なんかやっぱスーツ着てた方が、あのちゃんとなんかどっしり構えてる感は出るね。そうですね。俺らもスーツ着なきゃダメだなこれ。どうぞスーツ。まあみんなが舐めてかかるから俺らのこと。そんなことないです。やっぱスーツ着よう。もう今後は。今後はね。福井さん、はい、今日は最後の週ですが、最終日。またなんかね、あの、トールさん。何？あの、今回の1ヶ月間は、焼きそば、札幌一番の焼きそばもありますよっていうスペシャルで。札幌一番の焼きそばで世の中動いてるからね。そうなんです。ありがとうございます。さすがだな。もう、他のもの食べてる人見たことないもん。焼きそばしか食べてないもん。気が早いんだよね。みんなタクシーの運転手さんは焼きそばこう口から出しながら運転してるぐらいだから。世の中ね、いやそれ湯がいた方がいいですよなんてちょっと言いたいぐらいで、そんな新しい食べ物乾麺のまんまこっかそれもガリガリやってるガリガリ。まあ今回も札幌一番ソース焼きそばの簡単アレンジレシピ紹介するんですけども、あの YouTuber から、そもそもがより美味しくなるために YouTuber からメールが届いています。紹介します。おはようございます、あやとこ推しパンチャンネルです。おーおーおー、私の札幌一番ソース焼きそばアレンジはチーズ焼きそばパンです、市販のコッペパンに札幌一番ソース焼きそばを挟み、ピザ用チーズをかけて 2,3 分焼いて食べます。焼いた後にチーズの上から紅生姜、黒胡椒、七味唐辛子などなどかけるのもおすすめです。ソースとチーズが合うお気に入りのアレンジです。ということで今週はあののりさんが参加した YouTube、推しパンチャンネルのあやとこさんのアレンジです。あやとこちゃんがまあリスナーがいるんですけど、こういうアレンジどうですか。焼きそばパンにしちゃうんだ。ちなみにどうぞ、焼きそばパンに挟んで食べる
時代ですよね、焼きそばパン。あ、そう、美味しいんじゃないですか。美味しい、うん、じゃあそこにチーズをチンって言ったら今チンって、今スタジオで今ちょうどスタジオになってる。そうなんですよ、もうあいい香りしますね。え、出来たてを。俺らこれから何遠足行こうっ行こうっていうのに、うん、これを食べるの。いや、おい、朝だね。あっち、朝だって今だ。ちなみに朝食べる、食べないの。6時半だって。ありがとうございます。まあ俺としてはちょうどなんですけど、朝ごはん。あ、あなたはね、うん、6時半だね。俺も朝5時、4時何分にちょっとバナナ食べたんだけど。え、寝起きでもう食べたの。食べたよ。え、なんでそんな朝なんか入れるタイプなんですか。いや、朝起きていろいろ朝のルーティンあるでしょ、うん、テーブルの綺麗にするとか、うん、その時にバナナがあったから、あ、こう食べながらみたいな。おお、でまあこれで仕上がりますよ、これ。美味しそう、チーズが溶けて。撮影の、ゴルフの撮影の前に仕上がるから、ちょっとこれどう、推しパンちゃんっていうね。これさ、なんかもうザ・日本人って書いてあるこれ、うん、焼きそばパン、朝から、うん、6時半に、普通さ、クロワッサンとかさ、もっとなんかサクッとしたもの食べたくない、うん、朝からこれ、朝から焼きそばパン、ね、もうね、俺ね、所さん喋ってっから俺さっき食ってっけど、そう、まあ、おいしい、うんうんうん、これが、紅生姜もありますね。紅生姜あった方がいいかな。え、すっごい日本を感じるな。紅生姜とチーズがぶつかるかな、これ。ぶつかっちゃいますか。どうですか、食べてみて。どうなの、うん、どうなの、それは美味しいに決まったじゃん。紅生姜でいい。紅生姜でいい。ソースと生姜合うものだって、うん、そら、うん、あ、いい香り。これでも自分で食べる。福井さんどうですか。どうなの、食べてみて。うちの横、後ろにいるから、たぶんびっくりするよね、振り向くと食べてるし。あ、でもこれはあれかないかを福井さんが決めなきゃいけないね。そうなんですよ、福井さん、うんうん、このアレンジメニュー、チーズ焼きそばパンなんですけど、うんうん、お味どうですか。いや、とっても美味しいです。お、これいつもより美味しく感じるのが、うん、ここでチンしてくれてるでしょ、はい、真横で、はい、で今できたでしょ、熱いから、うん、めっちゃくちゃうまい。これでもさ、市販の焼きそばパンよりも味薄いよね。市販の焼きそばパンのはもっとソース濃くなるもんね。その通りです。うん、ソースないの、うん、だからあれだよ、味がちょうど、だからプロレタリア階級とかさ、その第一次産業に関わってる方たちはさ、はい、砂利の上で食べる時には物足りなさ感じだよね。朝はどうですか、朝には。これソースジャーッとかけていきたいですね。確かにそうそうです。クリスさん、うん、そういうお話が。オイソースです。オイソース、はい、チーズとソースってのも合うんですね、うんうんうん、あ、でもチーズが本当にポイントですよね、うん、合ってる。チーズはでもさ、何に乗っけたって合うんじゃねえか。なんかチーズ邪魔だなってのあんまないでしょ。ないですね、ないですね、まあ、ないよ、うん、あんまり。そりゃそうだよ。で、これにマヨとソース、ちょっとマヨいらない。マヨも美味しいかもね、うんうん、結局チーズじゃなくてマヨで食ってるっていうね。そうするとメインがさ、チーズかマヨになっちゃうじゃん。あ、やっぱや、もうちょっと焼きそばをガンと前出さないとダメだよ、うん、君。なるほど、君これフランスっぽくなんないね、これ。ダメだよ、甘いよ。焼きそばでパンを包めよ、このね。逆に焼きそばでパンを包め。持ちづらいっていうところから始めろよ。箸持ちづらいよ、手が汚れちゃうじゃないっていうところからやんなさい。うん、ああ、いいアドバイスきましたね。まだまだ一般の人は足んないな。やっぱ焼きそばでパンを挟む時代ですか。焼きそばがメインなんだから。なるほど、ラジオ焼きそばにパンがっていうところ。ラジオでもう絵面は分かんないですけど、テレビの場合はやっぱ強い絵が欲しくなっちゃうから、はいはい、そうだ、焼きそばにパン、そうそうね、焼きそばパンじゃない、うん、焼きそばにパン、焼きそばにパン、いいね、焼きそばでパン、焼きそばにパン、焼きそばにパン、みんな焼きそばにパンを食べながら、はい、いやー、もうパン邪魔だなーなんて言ってんの。福井さんずっと俺ら喋ってるから、はい、入ってこないと喋れないから。俺振らないからね。いや、もういいです。諦めも早い。面白いね、聞いてます。こういう人がね、どんどん、ね、役職を上上がってくる、ね、そうなんですね。はい、というわけで今月は札幌一番ソース焼きそばの簡単アレンジメニューを募集しました。たくさんのアイディアありがとうございました。今日採用されたあやとこさんにも、うん、札幌一番の詰め合わせ焼きそば入りを差し上げます。クリ、うんうんね、さん1ヶ月ありがとうございました。こちらこそ、どうもありがとうございました。全体ベースにごっそりね、ダンボールで送っといて、はい、あ、詰め合わせを送っちゃうんだ、はい、思いっきり詰めちゃいな。静かにしてところさ、静かにしても、小さくても小さくして、そうだろうけど静かにしても。以上、木梨のほうれん草の会でした。福井さん、また近いうちぜひお願いいたします。こちらこそ、はい、今月ありがとうございました。こちらこそ、じゃあまた次の大会で、はい、大会で、ね、すぐ呼びますから。ありがとうございます。土曜朝6時、木梨。
福井さんの場合どうもスポンサーっていう気がどうも後半なくなってきちゃったっていう、まあいつもそうなんですけど、所さん、福井さん、何今ね生で所さんの、ちょっとギターで、はい、ちょっと、あ、放送入ってんだこれ、今入ってないですよ、なんだ今気に入っちゃったよノリちゃん思うのはよくわかんないよ。いや、なんかここだけ CM 行かないいつものパターンなんですが、所さんギターあるからちょっとポロポロ鳴らして、矢吹さんの用意してくれてるギターの枯れてていいこと、軽いし、うん、いいギター持ってる。だってミュージシャンってギターにこだわるんじゃないの、え、あのやっぱり私は弦だから張りっぱなしだから、弦張りっぱなしよ、うち。そうだ、切れるから使うんだから。でも木合わせるとかなんていうの、合わせるけど、うん、あの弦で知ってる、だん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 こう緩む感じするじゃん、うん、伸びてきてって、はいはい、うん、だん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 この金属も劣化してくると張ってくんだよ、音が高くなる、それを超えてくると、はい、でうちは全部チューニングがどんどん高くなる。僕も弦が古いから。じゃあ今日はいいギターで、そう、いい音で、うん、うわー贅沢。どうぞ、最近できたちょっと、え、あの最近できた YouTube で上がってる曲ちょっと聞かせてくれれば。最近とか、まあ、じゃあ今日の歌でもやろうか。え、今日の歌、朝も早から TBS のラジオに出ている僕、ゴルフの前のウォーミングアップに歌まで歌っちゃって、こんな時期にゴルフ、都内で大人の遠足、イエーイ、こんなんでいいんじゃないですか。いいです ね、 ね、じゃあその今の曲に合わせた、これで満足しないの。これで満足しなさいよ。いや、してる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 、うん、してるんだけど、これ満足しないよちゃんがここに、ね、所さんね、いつもね、昔からね、坂崎さんとね、はい、アルフィーの坂崎さんとずっとこんなことやってんだよ。そうそうね、そう、これ坂崎もね、うん、もう同い年だから、うん、ギターずーっと持ってない、あいつどこ行くにも、うん、したら左肩があいつこっち出てきちゃってギター持ちすぎてバカだなお前はって言ってたの、うん、したら私も最近持ちすぎちゃって左肩出てきちゃって、あ、左肩出んだろなと思ってで、プロの矢吹さんに聞いたの、うん、左肩出るとしたら僕はまだ出てないだって矢吹弾かないもんだって矢吹芸人氏のマネジメントしかやんねんから、本当に左肩、こっち出ちゃう、そう、出ちゃう、ミュージシャン出ちゃうのかな、ミュージシャンじゃなくていつもギター持ってる人は出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう、でギターもこうちょっとオフセットしろよな、こうやって、あ、弦がまっすぐ弾けねえか弦がダメ、じゃあさ、はい、このまあアドリブの歌も普通にそうやってできてどんどんできちゃうんだけど、うん、この神様のこの曲できたの、作ったっていうかできたのをどういう意味合いで、この今みたいにこの出来事というか神様いますよ、見てますよっていう、どういうテーマでできたんですか、これ、うん、これなんだろうね、その時にこんなこと感じてたんだろうね、ただほら詩の通りにママちゃんの人がちゃんと降りたりなんかしてる人見て偉いなと思って、横断歩道をね、うん、ちゃんと降りて渡ってる人とか見ると素敵だなと思うわけ、うん、どうしたってみんな乗ったまんま横断歩道もう渡っちゃうじゃん、うん、どうしても、うん、そこをちゃんとこうなんメリハリつけてる人って素敵だなと思って、うん、あ、最近見かけないから、ああいう人は神様なのかなと、なるほど、うん、そうなんですよ、見られるために動いてるんじゃないですもんね、そうなの、自分自身で、そう、品よくね、品よくなんか暮らしてんのかなっていうところから作ったんだよこれ。いいですね。それは何、正常、これ何年前だっけな、うん、20年ぐらい前の歌じゃない、これ、10年20年の前だと思うよこれ。この曲がね、だから実はね、所さんの中で、はい、成美さんがうわこんなやっぱ所さん繊細なところって大好きな曲だから俺カバーさせてもらったっていう、はい、それはまあ聞いて、一緒に聞いてて、はい、よし、じゃあ聞いてみようっつったら、いいよっつって言ってきたら、これがカバーさせてもらったんだけど。じゃちょっと、じゃあ、ん？神様。これでも覚えてないかもしれないから、間違えたらごめんね。矢吹も弾いてくるから、ね。でも間違えたところでね、あんま皆さん知らないから分かんない。すげえ。本当ですよ。俺から入んだっけ？これ？ちょっと待って。どのくらい、テンポどのくらいだろう。さっき言ってたよね、意外とゆっくりだなって。そうなんですよね、本物のね。もちろんどっちがいい？早い方がいい。いや、どっちでも。合わせる。だって、そんぐらい？このぐらい？このぐらい？入っちゃえばいい。Hey. 天使色で遠回り
時刻は6時50分です。土曜朝6時、木梨の会。ここで、物流は新領域へ。ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。ずっぽり歌の途中ですが、ここで飯島純さん。純さん、おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。はい、お伝えします。警視庁から以上です。さあ、飯島さん。はい。もしもし？もしもし？はい。なんか、娘さんがギター始めたって。あ、そうなんですよ。いろいろ曲が増えてきまして、うん、去年のライブに行ってから、うん、宇崎竜童さんとか好きになって、あと所ジョージさんのもう歌ってるのを初めて見たってすごい感動した。ミュージシャンなんだよってすごい教えました。言わないとね、正しいよね。宇崎さんに憧れるいいじゃない。ギターのことだったら所ジョージさんの。ただ宇崎さんは意外と音楽に対してシビアだよ。そうもうライブの後半の方たちにすごいしびれたみたいで。いいですよ、いいですよ。じゃあ娘さんね、しょうがない、もうこうなったら娘さんと一緒に世田谷ベース行きましょう。嬉しいです、お願いします。ごめんなさい。じゃあ頑張りに言っておいてください。はい、伝えておきます。ありがとうございます。はい、次の交通情報は土曜朝6時、木梨の会。土曜朝6時、木梨の会。番組オフィシャルパートナーの札幌一番、共立、ホテルズ&ドミトリーズ、他各社がお送りしました。回し蹴りくれたらね。さあ、雪だるまでそろそろあと6分ぐらいでお別れですが。あ、もうなんですか。あ、そうそう。我々ゴルフ行くからね。いやいやいや、最高だね。もう。トールさんさ、昨日インスタの、で、ほら、トールさんのものを、ラジオ聞いてくれた人あげるっつったくだりですが、こんな来てくれた。すごい数くんだね。だみんなそれ、あれでしょ、それ目的でこれ聞いてんじゃないか。そういう人もいる。ダメだな。そうやって欲に動くような人間になったらダメだな。結構プレゼントしてから。欲張りには当てない。あげないのこれ。そうそうそう。一応引いてよ、トールさん。5人5枚です、5枚券の、はい、1、2、これでも油テストなんでしょ。はい、で、カコちゃん読んであげて。はい、わかりました。カコちゃんが読んであげて。これ1、2、3枚3枚、あ、もう4枚、あ、5枚あるよ、これ。あら、1枚5枚。どうや、俺の勘すごい。パッと入れたものは5枚だよ。この間同じようなこと言ってたよね、トールさん。俺が12個、2人いるってパッと取ったら12人。そうそう、そうでしょ、その5だよ。では当選者発表いたします。一応群馬県の星里奈さん、群馬県おめでとうございます。続いて東京都の岡田玲子さん、あ、よかったね、群馬県の人ね。群馬県にこのうちが挙げたような文化ないからね。続いて静岡県河合ゆかりさん、続いて静岡県渡辺勝美さん、はい、おめでとう。静岡県よかったね、お茶しかないからね。俺のインスタライブを見た人にあげてんだけど、ね、最後宮城県天野拓也さん、ね、以上5名おめでとうございます。宮城県まで電波が届いてるね。俺の木梨サイクル、はい、世田谷ペースと今度木梨サイクルの方を5人っつったから、そうですね、バタロンさん、高作さん、直江さん、チョビニャンさん、一個さん、こちら5名で。もう時間がないとね、出身地みたいなとこ言わないで。言わないで。どういうとこから来てるの、こちらは。こちらですね、文京区、伊東市。でも本当に、静岡。ラジオの前でびっくりしたんだろうね。あ、たかーって。もう喜んでらっしゃると思いますよ。ちゃんとキーワード書いてくださって。ちゃんとキーワード、皆さんキーワードあります。所さん、そして私の10人が今当たりました。どちらかってなんかね、ここ札幌一番詰め合わせって言ったりですから、面白いね。これなんて。札幌一番を送る人が今の10名だっけ。違います、違います、違います。どちらかっちゃうと面白いですね、係が。間違いない、係が。嬉しいですけどね、何届いても。ベリショーがちょっとラップして。いやいや、これ見えてないんだけど、ここに目の前これ大きいベリショーがね、ラクマパンのようにな。どうぞ。何、朝からラジオね、楽しいよ。ありがとうございます。今日絶対スコア出るわ。本当？うん、トールさん自分でクラブとか作っちゃうから、俺も何本も、ほらこの番組で勝手にトールさんから何本かもらったら勝手にあげてたじゃん。はい、ありましたね。ああ、やっぱ作る、ドライバーも作るし、アイアンとかも作っちゃうの。その作る技術者より俺の論の方が上だっつって作っちゃう。だからそれを使うとやっぱね、でもゴルフはね、クラブもそうなんだけど、楽しくやるとやっぱいいスコアになる。うん、もう笑いながらやると、まあプロもやっぱ勝つ人はなんかどっか微笑んでるもんね。
だからねゴルフカツカツやってちゃダメだよ。ゴルフやりながら黙っちゃう人とか真剣になりすぎて、うん、性格が出るから、うん、なんか一緒にいるとつまんなくなっちゃうね。つまんない。あれこの人なんでずっと黙ってんだろうと思って。だって楽しいのに言ってんだもんだって。そうなんだよ。真剣かお前はと思っちゃうね。プロでもないのに右行ったらね、うん、怒ってんのね。怒自分が打ってんのね。全然練習してないくせにすげえ怒ってんの自分にね。でキャディさんのせいにしちゃったりするパターンもあるんでね、なかなかそうなんないように自分のコントロール。なんか楽しいなこの歌ね。そうだ、大人の演奏が楽しいよねやっぱりね。前よくねたけしさんと所さんと俺と連れてってもらったしね、行った時これがまたね随分ね大人の人がゴルフやるよね、はい、なんかそのテレビじゃないから、うん、そのムードを俺見てるのが好きなのね。あこんな感じだもんね。だからこんなラジオと同じ感じでずーっと回ってんだもんね。たけちゃんなんてくだらないことしか言われんだから本当に何なんだこの人とか思いながら。たけちゃんが右行ってさ、例えば年下だと、はい、そのボールやばいかな OB かなどうかなってギリギリ行くじゃない、うん、で俺さっき言ったら、うん、あったどうあーたけちゃんありましたよっつったら、なんだよあったのなんて何が正しいかが分かるの。だって何でもいいんだもん。何やないでそっから打つし、何でもいいんだもん。そうだね、うん、ただ楽しく回りたいだけだからね、うんうん、マスターズに向かうわけじゃないからね、うん、いやいやもうあと10秒で俺はゴルフボードだぜ。どうもありがとうございました。悪いね。ありがとうございました。お茶の間の皆さんどうも失礼いたしました。